What's up guys? This is So ちゃん。皆さん調子どうですか? Today, we're here at 由比江戸前寿司。世界各地から厳選した魚を仕入れているお店、そしてそれを伝統の江戸前という技法でお寿司を提供する店ですね。早速行ってみましょう。Here we go! あー、うまっ。心で握らせてもらいますというこのワード一言に尽きると思います。やれること、伝えたいこと、おもてなしの精神をあらゆるところに注入してあります。お客さんが喜んでくれていることを見て自分がもっと喜べる、それが自然とできる、それがプロじゃないかなと思ってます。由比江戸前寿司オーナーシェフの源水口です。江戸前寿司東京発祥は250年と言われています。その間に先人たち、先輩方、親方からの技術的指導、またその根拠に基づく調理理論に基づく科学的根拠をもとに旨味の追求だと思っています。決してフュージョンではなく、時代に伴ったお客様のニーズに合うような進化を遂げていかなくてはいけないというふうに思っています。月曜から土曜までの魚を日々入荷し、その日の魚をお客様に最高の状態で提供できるように準備をしています。浜から直で来る島根の魚を取っています。ここまでの処理を漁師さんとその後の工程で全て済ました状態で空輸で運んでもらっているので、最高の状態で到着します。地物の天然ですね。全て神経締め、生け締め、その後内臓、エラ取り、すべて。最初はその魚と話をしてどういう状態か見ながら下ろさせていただいて、その後は今日の夜のお客様にどういう状態でどの魚を提供できるか、それが今日の一日のうちのフィッシュリストに反映されて、お客さんにこれを食べてもらいたいとか、あ、これで今夜のお客様をおもてなしさせてもらおうなんていうと、だんだんこう効果が上がってきてニヤニヤしてます。今までの経験だったり、より好みに近づけられるものを今日のお魚の中からメロディーを作っていって、最終的には感動していただけたらと、そういうふうに思ってます。今年で33年目です。その間レストラン業界にずっと携わってきました。調理師学校行ったら1時間目の授業でもう転職だと思っちゃった。それから1回もブレずにそれを突っ走ってくるわけですね。調理師学校を就職させていただいたのは銀座の懐石料理屋さんです。その後に、寿司の方の修行に入り、実家が寿司屋なので2代目として東京世田谷成城千里寿司の2代目として実家に戻ったのが29歳の時です。うまいものには訳があるの根拠が出てくる。そうすることによってより味わい深いものになります。その根拠までも頭に入れてやらないことには説得力も本当のうまみも追求できません。食材の合わせ方、またそれの合わせることによって飛躍的にうまみが増すという、そういう効能、そういう部分を追求します。先ほどの大根がもうこんだけ色が変色するんですね。ということはこのひだの間とかにゴミが含まれていると、これを大根の抵抗を使うことによってきれいにお掃除させてもらって、今度はその大根おろしが間に含まれているところをきれいに、また今度は大根の絞ったおろした後の大根ジュースですすぎという作業をします。この間一回も真水に当たってません。そうすることによって牡蠣のうまみが中に含んだ状態でのお客様に提供ができると。太刀の仕事はショーだ、舞台だ、ヒノキ舞台だっていうのをテーマに掲げたことにより、カウンターのお客様ももちろん手元を見てもらう、またメインダイニングのブース席のお客様もこちらを向いてお食事をしてもらうことによって、シェフの動きであったり
粋な心遣いだったりが伝わると。ディナーショーを見ながら食べる雰囲気を寿司レストランの中ですると。シソヒノキの350年ものの1枚のムクを仕上げていただき、22フィート6メーター以上あります。350年の年輪も入ってます。でノーフィニッシュムク仕上げです。では肉マスターを紹介させてもらいます。中一溝口さん、実の弟です。和牛のコントロール、仕込み、下処理、実際に備長炭を使ってクッキングもしてもらっております。ここの部署の責任者で、オープンからずっと右手としてゆいを支えてきてもらいました。宮崎県産の A5 和牛でございます。サシの入り方とすごくまぐろやかな感じで、こちらがこのお肉、今回のお肉の証明書になりますね。名前から血統書3代続いて証明されています。山のものは、山の塩なのでヒマラヤ岩塩、ヒマラヤソルト。お寿司の方にはやっぱ海のものなので海の塩を使って、そちらを区別して使っています。自分にお肉を焼かせてもらいましたら、お客様を満足する自信がございます。日本から玄米で輸入させていただいた秋田小町をうちでその日使う分だけ精米かけさせていただいて、精米前、精米後 14% 外側から磨いた状態の白米を仕上げます。炊飯かける水をまでも状態、クオリティプラス温度、その糊状の部分だけを取り除くという作業をしてます。これが食感を良くなさくする原因の一つでもあるんですね。すべてをきっちり一つずつ測って、間違いない、ブレない、今日のお客様にも最高のシャリが提供できる、最高の魚が提供できる状態にしての6時の開店オープンです。じゃあシャリお願いします。じゃあ僕からいきますよ。こんなもんでしょう。原産透けてますね。透けてますね。すげー。中から空気の部屋が出てくると、これが口の中でほろけるという形になります。日本にはね、四季があるんでね、その四季をベガスでもその時にしか巡り合えない魚たちとのハーモニー、キスです。大分から。水洗い、二枚おろし、塩締め、酢締め、このどの工程一つを怠ってもこういう状態にはならない。なので一つ一つの工程をしっかりやる。熊本から小肌、これで7日目熟成の愛媛県産本マグロ、腹紙一丁っていうところです。愛媛本マグロ、釜下、身の甘み、あとは下処理の良さ、これがないとこの状態では提供できません。島根から近め金時、寿司ってずるいよね。どうも。ソーチャンネル。よし、キスです。手絞りお願い。噛めば噛むほど甘みが。ありがとうございます。来ましたね、これぞ江戸前ですね。大名刺です。いただきます。どうぞ。これまた綺麗な結びですね。ありがとうございます。新鮮な弾力と、またこの酢の締め加減、はいです。いや、もう僕パーフェクトだと思います。です。海を感じていただいて、なんなら飲まれちゃうぐらいな、口の中いっぱいに。これはマジでやばい。これ伝わりますかね。ふわふわ、これ甘い。ありがとうございます。でもしっかり卵のこの
風味と、もうカステラなんだけど、やっぱりお寿司屋さんで食べる卵っていう感じなんですよね。次は和牛の串を堪能していただきたいです、はい、奥にシェフズテーブル、いただきます。どうぞお召し上がりください。これはすごいな。いただきます。これはやばいよ。噛めば噛むほど繊維がジューッと溶けて、油がすごい綺麗な油ですね。上質っていう言葉がぴったりだと思うんですね。完食です。仕込みの段階、また魚を取っていただいた漁師さん、また途中の段階であらゆる人が携わってくださって、産地、流通、そして原産の力が合わさって本当の美味しいをお届けできると考えています。みんなの思いが集まった由井さんのお料理を、お楽しみください。心で握らせてもらいます。このワード一言で尽きると思います。その心というものは、お客様が喜んでいただいていることが私自身の喜びでもある。これは自分に生まれ持って備わったものだと思っています。お客様とレストランの結びつき、これが優位です。うまい。Thanks for watching. If you enjoyed the video, please like and subscribe. See you next time.